Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yusuf Nugroho, masih di channel Way Games. Yuk kita lanjut lagi ya, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Oke, langsung saja saksikan, check it out. Oke guys, yuk kita mulai ya. Ultimate Adventure. Oke, okay. Oh ya, kemarin sampai sini ya. Jadi kita ke sini guys. Naruto, kembali bertapa ya. Canto hinto wa kiketan daro ka. Ichio hinto wa oshiete yatta. あとはあいつ次第ってと。え？キラー B さん。おっと、ここで騒ぐの、カンニン。今は黙って観察。あ、はあ。さて、どうなる？おお、カタモチがスラクナルトラヒや。何度やっても同じだ。お前に俺は倒せねえ。だな。お前を無理やり倒そうとしてもうまくいかねえことは前のやり取りで分かってる。その通りだ。俺を追い出そうとしても無駄だ。お前のことは俺が一番よく理解している。ならもうお前だって分かってるだろ、さっき決めたことをさ。ああ、俺はやっぱり里のみんなを信じようと思う。Enggak terima ya si Jack Naruto-nya. Omae ga nani wo kimeta ka shiranai ga. Omae no koto wa ore dake ga wakatte yareru. Satono yatsura wa ore tachi wo zutto damashite kita yatsura da. Katte na okite wo tsukutte nokemono ni shite kita. Kurushikatta yo na. Tsurakatta yo na. Omae wo wakatte yareru no wa ore dake nanda zo. Satono yatsura nanka shinjiru na. Ah. Satono hito tachi mo daiji da kedo.信じなきゃならないもんが他にある。自分を信じてみようと思うんだ。里のみんなに信頼されてる自分っての。自分を信じることができなければ里のみんなを信じることなんてできねえよな。だから俺がまずすべきことは自分を信じることだった。それがやめろ。自分を信じるだ。ふざけんな。認めねえ。認めねえぞ。憎しみこそがお前の本質だ。闇こそ俺の真実だ。お前は俺だ。憎しみの俺こそが本物の渦巻きナルトだ。てめえは偽物だ。だったら力ずくで追い出してみるか。そんなことできやしねえけどな。OK, kita mulai. Kata-kata ultimate susu ya. 俺の中から出ていけ、偽物。それはできねえよ。俺はお前だって。お前が言ってただろ。仲間だ。なんでそんなものに信じる価値があるってのか。価値があるとかないとかそんなのは関係ねえよ。俺は仲間を信じる。ただそれだけだ。ノー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 カタトン。今お前に負ける気はしねえ。
Aduh, ditatain coy. Rasen Shuriken. Ore mo omae mo nisemono ja nee yo. Futari de ore nan da. Okay. Soul ari. Mo kore kurai de ii daro. Omae ja ore ni kate nee tte ba yo.どうだ。ちったすっとしたかよ。お前な、うだらかか。どこをして、あんなに苦しまされてきたのに、お前は俺が邪魔なのか。だったら俺は一体何だったんだ。お前がいたから、俺は強くなれた。おかげでここまで来られたのか。なら、俺はどうすればいい。なもん簡単だろ。そんなもん簡単だろ。お前は俺になりゃいい。お前も俺なんだから。今まで、ありがとうな。もういいんだ。おー、じゃあ tenang ya。しばらくNaruto guys。ナルト、ヤマト隊長、それにタコのおっさんもいたのか。タコのおっさん、その感じはうまくいったんだね。喜ぶのはまだ早いぜ、バカ野郎。バカ野郎、この野郎と言いたいとこだが、まずはよくやった。よくぞ憎しみ克服。そんなお前とても克服。え、これからキュービの力のコントロールをやってみるが、今から俺がお前の師匠。覚悟を決めろ、出ないと師匠。よっしゃ。いいよ、改めて挨拶だ。俺様のグーにグーを重ねろ、ビートかましながら。よう、俺はナルトだってばよ。たく、手ばよ手ばよってよ。うるせえってばよ。chapter 3 selesai guys. Futari no Jinchuriki. Sablah tentu saja.ついに修行か。Akhirnya mau melatih aku juga ya。まずは場所を変える。滝の裏に移動するぞ。おお。Pergi ke belakang air terjun。滝の裏？その修行、僕も付き合っていいですか ？OK。OK。滝の裏って。まずはしっかり行動、そしてびっくり動揺。お。ナルト、とりあえず行ってみよう。Okay. Oh, belakang ini ya. Belakang air terjun. Wow, apa ini? Taki no ura ni konna iseki ga atta to. Ada runtuhan ya. Sore de, koko de wa donna shugyo? Koko de Kyuubi to tatakau. Oh, melawan Kyuubi di sini. Kyuubi to tatakau te? Masaka.無茶なことするんじゃないでしょうね。無茶しないでコントロールできると思うな。バカ野郎、この野郎。バカ野郎、この野郎。ここ昔から人中力に選ばれた者が急ぎを行う神聖すぎる場所だ。しかし。ヤマト隊長、俺はキュービの力をコントロールするためにここへ来た。これは俺にとっても大切なことだ。逃げらんねえ。ナルト、
よし、まずは美獣と対話する。この先にある建物に行くぞ。よし。おお。おお、masuk itu ke ruangan itu guys ya。ここが、この中へ入って座って目を閉じ集中する。そうすれば美獣に会うことができる。いよいよだってばよ。ナルト、本当に大丈夫なのか。俺は一度言ったことは曲げねえよ。ふん、オーケー。それじゃあ中に入るぜ。第4章、ナルト出生。Chapter 4, kelahiran Naruto。俺の話をよく聞け。説明。ナルト、お前が施された九尾の封印術はどんなのだ。絶望。封印術？師匠封印です。師匠封印か。立派なもんじゃねえか。俺様の鉄鋼封印より硬いな。やはり封印を解くんですね。もしコントロールがうまくいかず、キュービーが完全復活したらどうするんです。この場所に閉じ込め封印する。ここはそういう場所でもある。ここに封印するって。しかし、そうはならねえよ。俺がやってみせっからよ。ナルト、パスティスクセスラヤマト。よし、そろそろ扉を閉める。これからキュービーとのやり取りを教えてやる。ナルト、お前に簡単。ルールは簡単。精神の中でキュービーと挨拶したら、まず封印を解ける。キュービーが封印から出てきたら、自分のチャクラでキュービーのチャクラを捕まえて引っ張り抜ける。チャクラはチャクラでしか捕まえられねえ。この常識。キュービーから直接キュービーのチャクラを奪えばいい。それ勝利。言っとくが、チャクラを取ろうとするときは逆に引っ張り取られる危険もあるぜ。こっちが全部抜き取られてチャクラがゼロになったらどうなるか。説明はいらねえな。よーよー、相変わらず目つき悪いな。ナルト、貴様、本当のお前はどこへ行った。感じないぞ。ここにいるだろ。お前の目の前によ。よー、レパスカッセクルニャーや。どういうつもりだ。もう分かってるだろ。そうか、わしの力をコントロールするつもりだな。わしに勝てると思っているのか。おお、ランソンガイス。Waduh, kok kayak nyawanya penuh ya. Oke. Okay. Weh, pada remuk semua dong. Yo, Naruto. Ore sama mo, tadakai ni sansen. Alright.バトやチピーなら俺は。ああ、ミャンチャラレイチェナチェの力を借りるのも一つの手だけど、ここは俺一人の力でやりたい。 B のおっちゃんには悪いけど、
ここは俺一人にやらせてくれ。いや、ここは私すぎる。空の道だけど、ナルトの力も全くの未知。オーケー、その可能性を信じて手出しはなし。やるのはアドバイスの話だけ。うん、サンキューだってばよ。オーケー、お前の気概を汲み取る。俺様ナイスガイ、行ってこい。オッケー、戦闘開始。いいか、やるべきことはそう難しくない。バカ野郎、この戦いはキューブのチャクラを奪うが目的。けど今のキューブは元気で難敵。まずは奴の体力を削るのが優先。出ないとチャクラは奪えます。オッケー、キュービの攻撃はかなり熾烈。それをかぶって、ウェーイ、パーティンと。わしの力をコントロールするのは、土台無理な話。わしからすると貴様は小さな存在だ。Okay. Oh, oh, eh, kalian partu ngaku. Okay. Ah, kabur.Wah, disebur. Aduh, kena dong. Mantap.Bahaya. Wih, aku mati. Okay.Buatin guys QB. Pakai rasen suriken. Wow, kena perutmu QB. Yos. Ima da. Amai na.Oh, malah ketarik guys. Suara kebencian guys ya.
け。お前はわしをコントロールすることなどできん。お前はわしの憎しみの小さな一部に過ぎ。Siapa itu? Korewa. Oh oh oh. Rantai penyegel, guys. Ibunya Naruto, coy. Ketemu ibunya Naruto dong. Anata wa koko ni ite ii no yo.ナルト。なんだ、どうしてこんなとこに人が。それに、なんで俺の名前を知ってる。そっか、そうよね。じゃあ私が誰か当ててみて、ナルト。まさか。もうわかった。お前、キュービの正体だな。なんという野蛮な笑い。女に化けて俺を騙すつもりだったな、キュービの。違うってまで。ピカプラッカーイズ。ツーハッツ。いきなりとついちゃった。ったく、何なんだってば。てばね、生まれつきせっかちで早口だから、つい変な口癖がついちゃって、出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。あなたは大丈夫だった？私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけど。じゃあミナと何も言わなかったのね。もう、まったく。そう、私はあなたの…ラストディポロ、ガイス。ずっと会いたかったってばよ、かっちゃん。てばよ、か。やっぱり私の子供ね。おのれ、わしをここまで縛りつける、この忌々しきチャクラ。クシナ、クシナ。母ちゃん。ん？何でもないってばよ。ナルト、お父さん、ミナトにはもう会った？父ちゃん？父ちゃんなら前に出てきてキュービの暴走を抑えてくれたってばよ。あん時も。すげえびっくりしたっけ。そう。そういや、母ちゃんはなんで。ミナトはあなたがキュービの力をコントロールする時のために、私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。ナルトの力になれるようにって。そうだったのか。何さっきから私の顔に何かついてる。そういうんじゃなくて、母ちゃんが美人な人でよかったなって。あら、そりゃどうも。髪は父親にだけど、顔は私に似ちゃってごめんなさいね、ナルト。なんで？美人の母ちゃんになら俺ってば美男子ってことだろ。それに母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだし、そっちも似たかったってばよ。私の赤い髪を褒めてくれた男はこれで二人目ね。そうなの？じゃあ一人目は？もちろんあなたのお父さんよ。はあ、そういうこと。何が？あのさ、これ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ、父ちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったの？あ、
なんか恥ずかしいってばね。あ、てばねって言った。興奮してる。こういう時は動揺って言うんだってばね。また言った。私と湊が初めて出会ったのはまだ二人が幼かった時。masa lalu guys。 私はタザトから引っ越してきた身でね、アカデミーに転入してきたのよ。その時に私と湊は一緒のクラスになった。私から見た湊の第一印象は女男みたいで頼りなさそうでね。里のみんなに認められる火影になりたいって夢を語ってたけど、私には冗談に聞こえたっけ。なんで？父ちゃんてばすっげー強そうなのに。そうね、けど私はまだ若くて何も分かってなくて湊を見くびってた。ある事件が起こるまではね。ある事件？私は自分の赤い髪が大嫌いだったけど、その事件以来私はこの髪が好きになったの。何があったんだってばよ。私には少し特別なチャクラがあってね、それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。母ちゃんがさらわれた？突然のことで大した抵抗もできず、私は彼らに捕まり雲隠れへと連行された。その時連れ去られていく中で、私は敵の足取りを残すためとっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。私は国境の間際まで連れて行かれてもうダメだと思った。でもその時、そこだ。そう、湊が唯一駆けつけて私を助けてくれたの。ただ一人私の赤い髪に気づいてくれた。綺麗な髪だからすぐに気づいたって言ってくれた。その時の湊はとても立派な忍者に見えた。夢を叶える人だと思わせてくれた。私を変えてくれる人だと思った。この大嫌いだったただの赤い髪は私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来自分の髪を好きになった。そして何より湊を大好きになった。私の髪を褒めてくれた男にだけ私から送る大切な言葉があるの。受け取ってくれる？え？ナルト、あなたを愛してる。愛してる。 Oke, kembali ke pertarungan. なんだろう、すっげえ安心する。それにすっげえ嬉しい。あ、こいつ。オベスハンティングラッキー。あふれる今なら行ける。勝負、俺が勝つ。戦闘開始。おかしい。今よ、気をつけなさい。Hey!
komplit guys. Ini kena kamu ya. Oke. Dipleset kayak guys. Tarik semua. Yubino Chakra. Oke, komplit. Dapat C kan. Woi, dapat banyak banget item. Naruto. Wasio kurasete na Naruto. Mada kondake no chikara ya. Yappa suge ya, omae. Demo konna. Ah, disekel lagi. Naruto, oboe teiro. Omee o warui you ni wa shinei kara. Sukoshi no aida, mattete kure. Yatta wa ne.
Udah Nari. Sukses. Kacan wa ima. Kore de Minato no tokoro e yatto ikeru. Demo iku mae ni anata ni itte okanake naranai koto ga aru no. Naruto?あなたが生まれた16年前の事件、その真相を言っておくわ。16年前の真相？私はあなたの前任の人中力、まずはそこからね。キュービの人中力だった。母ちゃんが？そう、私はキュービの器となるため、今は亡き渦潮の里から木の葉に連れてこられたの。キュービは、ちょっと待ってくれ。渦潮の里から連れてこられた。それに器ってどういうことだよ。渦潮隠れは封印術を得意とする一族でね、木の葉とは特別に深い関係にあったの。そしてその一族の中でも、私は特にキュービを抑え込める強いチャクラを持っていた。だから母ちゃんがキュービの器に決まったってのか。そうよ。だよ、それ何なんだよ。それじゃまるで物扱いじゃねえか。連れてこられた時に事実を知らされてなかったし、それを聞いた時は私もショックだった。人中力のプレッシャー、孤独感、いろんな意志が降りかかって潰されそうになった。でもね、そんな時に私の前任の人中力だった渦巻水戸様が教えてくれたの。私たちはキュービの器としてここへ来た。でもまず先にその器に愛を見つけて入れなさいって。そうすればたとえキュービの人中力として生きていくことになっても幸せでいられるって。なら母ちゃんは人中力だったけど幸せだった。Tentu saja lah Naruto. もうナルト、あなたが泣くことないじゃない。あれ、何？16年前に木の葉を襲ったキュービの事件、あれは暁の面をしている男の仕業だって父ちゃんが言ってた。それなのになんで母ちゃんがキュービを持ってたんだ。父さんから詳しくは聞かされてないよね。そっか、ミナトは時間が足りなかったのね。確かにそう、16年前に里を襲ったキュービはその面の男が操ったのは事実。でもその寸前までは私がキュービを封印して持っていた。じゃあなんで。その面の男、そいつはなぜだかはわからないけど知ってたの。何を。人中力の美獣の封印が弱まる唯一の機会を知っていた。そこを狙われてキュービを奪われた。封印が弱まる唯一の機会、何だってばよそれ。出産よ。人中力の女性が妊娠をし、出産を迎えるまでの約10ヶ月の間、封印に使っているエネルギーがお腹の子供へと移行していくために、美獣の封印がそれに比例して弱まっていく傾向にある。16年前の10月10日、私は三代目様の命のもと里から離れた結界の中で出産をすることになった。これは出産の際にもし封印が解けてキュービが出てきてしまった場合のことを考えての処置。ミナトも出産には立ち会ってくれることになって、準備は着々と進んでいったわ。出産に関しては極秘事項だったけどね。おお、いいですね。俺は先に行くけど問題ないよね。もし陣痛が来たらすぐに周りの人を頼るんだよ。俺もすぐに駆けつけるから。もう分かってるって。それと木の葉の門に迎えの忍びがいるから、
ちゃんと連れてきてもらうようにね。あとは、ミナト、私のこと子供扱いしてる？いや、そんなことはないよ。ないけど。本当、いつまで経ってもその性格は治らないわね。心配無用、私は大丈夫だから、さっさと先に行って用意しておいて。クシナ、いい？私たちはこれから親になるんだから、おたおたしてたらナルトに笑われるわよ。そうだね、ナルトに情けない姿は見せられないな。でしょ。わかったよ。でしょ。それじゃあ先に行ってるから、後で結界の中で会おう。まったく、ま、慌てる気持ちはなんとなくわかるけど、でももう少しで会えるね。Oke, udah ngesan guys. Baik guys, mungkin sampai di sini aja ya videonya. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa di like, subscribe, dan komen. See you the next video. Bye bye.